李公省から1901年11月7日は、中国新大の政治家。自は、省。洋務運動を推進し、新興期の外交を担い、新庁の立て直しに尽力した。日清戦争の講和条約である、下関条約で清志川の金佐大臣として、調印を行った。同校3年1月5日、安記省合否出身で、名治理文案の次男として生まれた。 兄に、李冠賞、弟に、李鶴賞、李治武賞、李大鳥昭、李昭義がいる。次第部の家系であり父が紳士だったことから、幼少期から、一族の期待を背負い勉強に励み、同校20年に、科挙一次試験に合格、4年後の同校24年に二次試験の、里試みも合格した。さらに父の友人だった、祖国藩の門下生となり、 勉強に一層励み、同校27年の開始も合格し真摯となる。管理員入りしてからも、祖国藩との指定関係は続き、彼の下で初期し、編集と共に順調に出世階段を登っていった。そんな折、皆、豊か元年に起こった太平天国の乱に、清氏が動揺すると、李工省の新編にも変化が訪れる。翌2年に、祖国藩が、 厚生省へ転勤、そこで政府の命令を受けて、湖南省へ移動、将軍を創設して、太平天国との戦いを開始したのだ。皆、豊か三年に、李工省にも太平天国鎮圧のために、転属命令が出され、友人の旅券元と共に、故郷の安記省へ戻り、安記準部代理終天赦の幕僚となり、合否を本拠地として、断念を引いて、 太平天国軍との戦いに加わった。しかし戦火は思うように上がらず、皆豊か4年1月に、合飛を太平天国に占拠され、暗記準部、高忠資源が自殺すると、公認の準部福みに仕えた。皆、豊か5年7月に、父の死去という苦難に遭いながらも11月に、合飛を奪還したが、3年後の皆、豊か8年8月に再び、 合品を奪い返され、抵抗を諦めた、李工省は家族を連れて、祖国藩の下へ逃れた。将軍を厚生省に駐屯させていた、祖国藩には、兄の李官省をはじめ弟たちも従っており、李工省は家族揃って、祖国藩の庇護に入った。祖国藩の幕僚として将軍に属していた時期は、官僚としての下働きのみであり、目立った活躍は見られない。 しかし祖国藩は、李公将の才能を認めていて、湖南将出身が多い将軍で孤立しがちなり、公将に協調を重視して、厳しく接したり、軍務に携わらせ収容に心を砕き、将来は一軍を率いる将へ成長させることを、友人の小林翼に書き送っている。やがて皆、豊か十一年九月に将軍が安記省の将と暗計を陥落させ、 太平天国を西から圧迫すると反対側の東から救援要請が11月に祖国藩の元へ舞い込みチャンス省の上海から明氏の戦加内名が上海が太平天国に攻撃される寸前で援軍を願い出ると祖国藩は承諾して李公賞を推薦した。かくして李公賞は祖国藩から独立して太平天国と対峙することになった。 上海救援を命じられた李光章は軍を揃えるため一旦合否駅教、断連をもとに総国藩の将軍に習って Y 軍を組織した。同地元年4月総国藩の推薦でチャンス準部となると上海から来たイギリス戦に乗り長江を渡って上海へ下り蘇州に寄った李秀重と退治、現地で結成された外人部隊。 上将軍と連携して5月から6月の上海防衛に功績を挙げた。翌同地2年から3年にかけて攻勢に転じ、降伏した敵軍を吸収しつつ、西洋式軍事訓練も施して、自軍強化に努め、蘇州、上州を奪回して、チャンス省を回復した。同地3年の将軍による南京包囲には参加しなかったが、 太平天国滅亡に大きく貢献した功績が認められ、白尺に除せられた。また、李工章は1860年代以降の、養務運動の推進者の一人であり、戦乱の間、同治2年に、江南危機器製造総局を創設している。同治12年に和船招き商局を設立。他に電報局、海兵公務局、天津部備学堂などを創設した。 同時期に外国人との揉め事にも関わるようになり、同期2年に上海御用商人の要望と上将軍司令官ヘンリー・バージェビンが喧嘩、バージェビンが要望を殴り、太平天国へ寝返る事件が発生すると、直ちに要望らを解任、上海の利権を手に入れた。同期3年に上将軍の指揮を取ったチャールズ・ゴードンとの戦後処理をめぐって対立。 上将軍解散の縁引を生んだり、西洋艦隊購入にも反対して白紙にすることもあったが、それらは軍備強化を行いながら外国の介入を防ぐ綱渡り的処置だった。また、上海が貿易港だったこともあり、一連の出来事で外交手腕を磨く機会に恵まれ、以後の活動に生かされた。太平天国鎮圧後は年軍鎮圧が焦点になり、 同治4年のセンゲリムチ戦下林鎮選手後に、総国藩が年軍迎撃に向かったが、一向に戦果を上げられない状況を打開すべく、同治5年に、李工省に出番を譲った。李工省は、総国藩の期待に応え Y 軍を動員、同治6年に、国王総督に任命され、同治7年に完全平定を果たし年軍鎮圧にも、功績を上げた。同治九年九月、 天津教案で外国の交渉に苦慮する祖国藩の応援として、Y 軍を引き交渉を円滑に進める役割を果たし、交渉完了後に祖国藩の後を次直霊総督に就任した。この時に北洋通商大臣も兼ねたので Y 軍は、その後、北洋軍閥と呼ばれるようになった。李工省の第二、北洋大臣が外交を管轄するようになり、 外交を統括する機関であった、総理各国事務我門の機能は、次第に縮小していった。李工省は、新朝の重臣筆頭として、同地帝の母、聖太公の厚い信任を得た。この頃、明治一新期の日本が台頭して、李氏朝鮮の開国を要求し始めた。清から見れば朝鮮は朝貢関係で成り立っており、 朝鮮及び日本との関係をどうするか苦悩することになる。李工省は同治3年から日本の内情を探り出し、総理我問に日本の連携を呼びかけた。これは西洋列強を脅威と捉え、布国強兵に邁進する日本と組んで西洋に対抗することを掲げているが、逆に日本が西洋と組んで敵に回る可能性も示唆している。この理念をもとに、 同治9年9月、清を訪れた、柳原崎光ら日本施設団と天津で会談。翌同治10年までに日本との提携を記した、草案の作成を担当し、同年9月に、伊達宗成、柳原崎光ら施設団と、日清修好条記を結んだ。しかし、内容は平等条約だったが、第一条に記された。 相互不可侵とされた所属報道の解釈をめぐり、後に両国が衝突する元となる。同年、北でロシア帝国が新疆北部のイリオ選挙、西からヤク部ベクが新疆を制圧する事態が発生。戦艦総督佐総統が出兵自宅を整えようとしたが、立交省はヤク部ベクが独立政権を樹立。 イギリス・ロシア双方が承認を与えた事実に基づき、清も超工国として、薬部別政権を承認、浮いた、遠征費用を解剖に回す提案を、同治13年に政府に出した。これがロシアを、仮想的国とみなす、細胞派の佐相党らに非難され、解剖、細胞論争が起こったが、高所元年に、佐相党が提出した新教保持案に政府が同意した、ため、 解剖、細胞どちらにも、費用を回す設置案に落ち着いた。佐相党が出兵し、薬部べくの乱は、高所3年までに閉廷。ロシアも高所7年に交渉で、医療返還したため新疆は、真の手に取り戻した。同治13年、日本が台湾出兵を強行すると、積極的にかかわらず、総理我門が日本と交渉した末、日本に賠償金を支払った。 李交省は、大久保利市道に、東洋の団結を呼びかけた。翌交渉2年、高架党事件に関連して、朝鮮の相続関係について、日本の森有りりと協議。ここで、所属報道に関する解釈でもめたが、日本との連携を重視する、李交省は、日本、朝鮮間の日朝修好上規定決に干渉せず、静観した。工省5年の日本による、 琉球処分についても、中日公使医官明が日本へ抗議しても、同様の対処を取った。軍事力不足に加え、台湾、琉球が南洋通商大臣の担当区域であり、立交省の管轄外という事情もあり、積極的な対策はしなかった。翌交所6年には、中国通りのソネシュントラによって、アジア主義の先駆けである、講和会の結成を支援し、 中日講師の遺憾明らも参加した。しかし、高所7年以降は、朝鮮との外交も、朝廷国との関係を扱う例部から、北洋大臣へと遺憾され、それまでは控えられていた、朝鮮の内政や外交への干渉が強まり、朝鮮の属国化が進んだ。高所8年に、朝鮮で、クーデターが勃発すると、馬立中を朝鮮へ派遣して、大院君を拉致したことや、 高所10年に、新日派が、親清派へ、後進政変を起こした時も、部下の遠征外率いる軍勢を派遣して、親清政権を復活させたことがその現れである。この間、高所8年に、母が亡くなったため一時期辞職、長寿政が、直霊総督県北洋大臣に就任したが、朝鮮への対応は引き継がれた。イギリス・フランスに対しては譲歩の姿勢をとり、 高所元年にマーガリー事件が発生すると、駐在大使、トーマスウェードと協議して、高所2年に芝生条約を締結、開口上を増やし通商上の特権を与える権利を、イギリスに認めた。高所10年の清仏戦争においては、早々に講和を、主張、すでに開戦前からフランス駐在大使、 フレデリック・ブレイや武漢・フルニエと協議して、交渉8年と交渉10年に停戦協定を結んだが、清氏とフランス双方の強硬派に押し切られ実行力を持たなかった。しかしなおも交渉を諦めず、ベトナムに対する総主権をフランスに明け渡し、翌交渉11年6月に転身条約を締結している。以上の外交で、 李工省は長交関係に基づく周辺の属国を保持しようと列強の交渉に臨んだが、列強に受け入れられないと妥協して、被害を最小限に抑える方針で動き、外国との関係を保ちながら、属国も存続させようとした。一方で、用務運動の限界もあきまえ、同治十三年に人材育成のため過去に科学、工学など実学を盛り込む提案をしたが、 保守派の大反対で挫折したことを、部下の竜平明に当てて嘆いている。フランスに先立つ同年4月、後進政変の後処理をめぐり、日本の伊藤博文と天津で交渉を行い、天津条約を結び、朝鮮の両軍撤退と再出兵に関する規約を記した。この時李交渉は伊藤を評価する手紙を、総理我門に出しているが、両者は10年後に、 再び交渉の席で出会うことになる。また、北洋艦隊の整備に邁進し、日本を威圧する目的で、交渉12年と交渉17年に、長崎へ帰港、交渉12年の帰港中に乱闘事件が発生している。交渉20年、李氏朝鮮に対する、総主権をめぐって清と日本の対立がより悪化した際、外軍と北洋艦隊の連動では、 勝ち目がないと考えたため海戦には反対の立場を取ったが、聖大公の追い交所定をはじめとする両国の主戦派によって先端は開かれ、日清戦争が始まった。李工省の予測通り Y 軍と北洋艦隊は日本軍の戦闘で連戦連敗、11月に北洋艦隊の基地旅順が陥落、高所21年1月から2月にかけて、 もう一つの根拠地位海兵も日本軍に落とされ、復心で、北洋艦隊提督の邸助将が自殺するに及んで、李交省の権威は失墜した。日清戦争の敗北後、講和交渉で全権を任された、李交省は、公所21年3月から、下関の隣接寺に滞在し、春藩牢へ通って、伊藤博文、陸津宗光と講和会議の交渉を行った。 3月24日、李光章が隣接寺と春藩楼を結ぶ道で小山豊太郎に狙撃され負傷するという事件が起こったため、日本側は列国の干渉を恐れ、まず急戦条約を調印し、4月17日に日清講和条約の調印を行った。この条約で朝鮮、台湾、両党半島喪失と賠償金支払いが決められ、 清は大きく威信が低下した。日清戦争では、真の軍隊の中で戦争に参加したのは、北洋大臣指揮下の北洋艦隊で、事実上は、李工省の軍隊であった、北洋艦隊と Y 軍が壊滅したことに対して、高所定は、李工省の厳罰を望んだが、生太校の長身であったため養殖を外れる警備な処分に止まっている。そして、 日清戦争の敗戦をもって30年余りのヨウム運動の挫折は明らかとなった。アヘン戦争以来の真の交換はイギリスを仮想的国とみなす解剖派とロシアを仮想的国とみなす細胞派に分かれていた。理工省の失態で解剖派は打撃を受けたが、細胞派は殺相等の死去により朝廷内に重鎮を書いており、解剖派は引き続いて、 養殖を締めた。理交賞もほどなくして、生太校の肝入りにより復権した。高所22年3月28日に、ロシアの要請に応じる形で、ロシア皇帝ニコライ2世の戴冠式出席のため、上海を船で出発、5月26日の戴冠式に出席、6月3日にロシアとの交渉にあたり密約を結び、 事実上満州をロシアに明け渡す結果になった。この後、ヨーロッパ・アメリカを旅行して、世界一周、10月3日に帰国した。行く先々で手厚いもてなしを受け、イギリス首相ソールズベリー校、外務政務次官、ジョージカーゾン、元ドイツ帝国最相ビスマルクラと会談したが、何ら外交的に成果はなく、儀礼的な訪問に止まった。帰国後は、 総理が問題人に任じられ、ドイツ帝国全権講使と公書24年3月の公衆案訴嚼条約の交渉、締結にあたる。外交官としての役割は残されたが、それも、公書24年4月からの土の絵犬の返報に取り組んだ、公書邸に罷免され、母術の政変で政権を奪い返した、保守派から命令された公が治水調査、公書25年に、 変法派の摘発を目的とした、開口上の調査と良好総督任命及び政務をこなしている。高所26年に起こった、義和団事変の際には、森宣会を通して、良好総督、流筆去る一、古校総督張りのほらら各地の総督と、東南多外法を締結した後、政府から、再び直令総督、北洋大臣に任命、全権を任されて、 吉千川王駅教と共に諸外国との交渉にあたり、光27年9月7日に、新中条約を締結し、その後間もない11月7日に病死した。送り名は踏みただ。死後、直霊総督、北洋大臣は、遠政外が受け継ぎ、軍人、政治家として台頭する元となった。釈意は公釈に少女され、長男の李教術に継承。 次男の理を進むも経道候補として偶され、孫で、李強術の息子李国マサルは、新朝最後の中昼寺金佐大臣に任じられ、清滅亡後の中華民国でも引き続き登用された。長女、李菊の婿が、長杯輪で、二人の子供に、長子儀がおり、その子供が、作家の長愛霊である。また、お祈り警報を養子に迎えている。 マクシム・ゴーリキーの小説、クリーム・サム・ギンの生涯には、理工賞が登場した。中には1896年に、虹ニにニノブゴロドで開催された、全ロシア産業芸術展に参加したりは、アルタイ・パビリオンの展示品からエメラルドを盗んだ、エピソードがある。ありがとうございます。